まず、昭光戦役は、あまり褒められた戦いではなかったと思います。とても、とてもひどい戦いでした。中共の歴史の中でも、多くの勝利がありました。解放戦争では、中国共産党は国民党軍と三大決戦を繰り広げ、両親戦役から都高戦役まで、中共は勝利の戦いをしていました。習氏は常に広大気候で、中共が勝った戦いを話していますが。 今、突然、1934年の昇降戦役の話をしています。昇降戦役とはどういうことでしょうか紹介石の国民党軍に包囲された中共は逃げ出すしかありませんでした。もともとは厚生省を拠点としていましたが、中共はその逃亡を日本と戦うために北上したと言っています。昇降戦役は厚生地ワ族自治区に起きたことで、中共は厚生に逃げました。当時 後世には日本軍はいいませんででしたたそれはは中共が南に行ったととうことです日本軍は東北にいました。北上して日本軍と対抗するなら、後世を経由することはありえませんでした。南円北鉄ですよ。だからこそ、中京は逃げていたのです。隙あらば逃げるということです。商工戦役はとてもひどいものでした。 抗軍が逃げ出し始めた時石を含む、誰もが、皇軍は太平天国のように終焉を迎えていると思いました。太平天国は天京が陥落した後、すべての軍隊はあちこちに逃げ出しました。例えば、関田使いの軍隊は比較的強力でしたが、最終的には壊滅されてしまいました。しかし、中京は全滅したわけではなく、将校で激戦を繰り広げ、ついに陝西省北部にまで逃げたのです。 そして日中戦争が始まった後、中共は奇跡のように生き残ったのです。中氏は今、何を言っているのでしょうか。現在、中共は商工戦役のような窮地に追い込まれています。決戦で封鎖を突破したら、初めて生き残られ、奇跡を迎えるでしょう。奇跡を待っています。言い換えると、中共は次の西安事件を起こしまたは待っており、次の聴覚量を見つけようとしています。 学のような人ははいるはずです。中共は学のようう。なな人を大量に買収しししし、ているでしょうしかし少なくとも今は、中共が中共党員らの辛抱を後押ししなければならないでしょう。1934年の昇降戦役では敗北を認めていたなら中共はもう終わっていたでしょう。習氏の発言は士気を向上にさせるためですね。彼は現在の国際情勢は全世界が中共を追い詰めていると考えています。 これが一つ目のポイントです。二つ目、この写真がとても面白かったことです。まずは彼の重々しい顔です。それよりも、この写真、変だと思いませんか。いずれかの国の元首、蔡英文氏といい、日本の菅義偉氏といい、このような写真を公開しないでしょう。一般の元首は何の写真を公開するかというと、大抵はリーダーが誰かと会っている写真です。 また、これはある場所に行くときの写真で、背景はその風景です。毛沢東の写真の多くはこのようなものでした。これは、普天の下王土にあらざるはなし、と言います。地上にあるすべての土地は、天命を受けた帝王のものであるということです。このふうに考えるのは、皇帝だけです。蔡英文氏が景色のいいところに行ったら、例えばアリサでの記念撮影を撮って、マスコミは決してそれを報道しません。 それは個人的なものです。毛沢東はこんな写真をたくさん公開しました。その後の、鄧小平や、胡錦濤氏はこのような写真を公開していませんでした。その写真はどういう意味合いですか私はすでに王であり、美しい国土と一体になりたいと思っています。だからこそ、習氏は毛沢東を見習っているように見えます。三つ目、習氏はとても疲れており、とても老けているように見えます。 もう一つは、もうすぐ中共の第20回答大会、20代なので、彼は王座に就こうとしています。この写真は一種の宣伝活動だと思います。はは何かか言いたいたことはあります商工の決戦は、1934年11月24日から12月1日にかけて行われました。そして、中共はついに脱走して、紀州省の準備に行き、準備会議を開いたのです。 準議会議では、商工戦役の時指導者であった周恩来の地位は取って代わられ、毛沢東が中共中央軍事委員会の主席に就任しました。1935年にこの職に就き、1976年に亡くなるまで務めて、41年間、毛沢東は中央軍事委員会主席を務めたわけです。つまり、商工戦役のリーダーは、その後に取って代わられるということです。 ではなぜ習近平は昇降戦役の話をしたのでしょうか習氏は20代の後自分はまだ指導者のままでいられると期待しているのでしょうか ?20 代はまだ開いていませんね。習氏は昇降戦役のことを話しています。昇降戦役の時毛沢東は中共のリーダーではありませんでした。だからこそ、私はこう考えています。今度の習氏のスケジュールを手配した人物は、反習近平派である可能性があります。 その人は氏に罠を仕掛けています本を読まない、歴史を知らないから、周氏は、中共は商工戦役を経て、生き残ったしか知らないでしょう。彼は苦難に耐え、奇跡を待って、奇跡の勝利を迎えるよう呼びかけています。しかし、商工戦役は、毛沢東が周恩来に代わって、軍事委員会主席に就任するの前奏でした。それ以来、周恩来は毛沢東に慎重に対処していました。 1934年以前、中共の指導者は毛沢東ではなく、周恩来でした。ご視聴ありがとうございました。気に入っていただいたら、ご家族やご友人と共有するよう、ご協力お願いします。ままた、お会いしましょう。